今回視察を行った水産加工工場は津波被害により施設が全壊。去年7月から復旧工事を開始し11月から創業を再開していますしかし復旧に至るまでには膨大な資金が必要となりますこうした企業を支援するため政府は施設や設備の復旧にかかる経費の4分の3を国や県が負担する制度を作りました 中小企業などのグループが提出した復興事業計画を県が認定した場合に適用されこの企業もこれを活用して再建を進めていくことにしていますきびきびと働いている姿を見てやっぱり復興っていうのは産業が振興されてえそして雇用の場が確保されるということを改めて強く感じたということでありますその後 総理は石巻市内の仮設住宅をを訪問入居ししていいる方々と懇談を行いました驚いたことは、ですねこれからの震災対策とか、前向きなお話が多いんですね、細かいところはまだいろいろご指摘もありましたので、国としてできることと、県や市町村と役割分担あると思いますが、しっかり政府全体できちっと被災者の声に応えていきたいといううに思います。 同じ日の午後には岩手県の大船渡市に移り、被災しながらも地域の復旧・復興に取り組む工場を訪問、被災時の状況と現在の取り組みについて説明を受けました。あちららの外なんかかがが屋根がですすね途中から色が変わってますけれども 手前の青いことですねあの辺ままで津波が上が上ってますあそこまで破壊されまして今この辺の捜査関係復旧したところでございますこの工場は設備の損害が大きかったものの11月からセメントの生産を再開現在セメントを作る過程で地域の震災復興に向けてある取り組みを行っています 突然してです、ね、災害廃棄物の処理にあたって地域に貢献をされていると、それを今、セメントの資源化にしているということで、まあ、非常に大きな歩みを感じることができましたセメントの資源化、工場で必要となる燃料として、がれきを活用するだけでなく、燃やした後に出る灰についても、セメントの材料に使用する取り組みを進めています。 こんにちは続いて大船渡市でも仮設住宅を訪問意見交換を行いました心配をしていたその寒さのことよりもあのやっぱり雇用の問題であるとかそういうものにやっぱり力を入れてほしいあれ皆さんの生活がかかっていますのでスピード感を持って対応すると。 そのためにもあの来月にも発足をする復興庁がしっかりワンストップで被災者の皆様の声を受け止めながら事業を行っていくという体制にしていきたいといううに考えております。